フィリップ・アレクシス・ドラースローは、ハンガリー出身のイギリスの画家。王公貴族や、社交界の名詞の肖像画家として活動した。ユダヤ人の仕立て屋の長男ラウブ・フュレプエレクとして、ブダペストに生まれた。1891年、家族と共にイラースローと改正した。最初、国立美術アカデミーに席を置き、成型ベルタランやロッツ・カーロイの下で美術を学ぶ、傍ら。 写真家の下でも、見習いとして働き、ミュンヘンやパリで絵の腕を磨いた。1892年、ラースローは、ミュンヘンにおいて、アイルランドのビール醸造業者ギネス家の一員である、ルーシー・ギネスと知り合った。二人は、ギネス家から8年間もの間交際を禁じられていたが、1900年になって、結婚を許された。妻が持つ、 上流階級とのコネクションは、ラースローが、危険、名士や有名人から、肖像画の注文を得る上で非常に有利に働いた。夫婦は五男一女の六人の子供に恵まれ、さらに十七人の孫を持った。子孫の多くは、イギリスの貴族階級の仲間入りをした。ラースローは、1900年のパリ万国博覧会に、出品した。 教皇レオ13世の肖像画で金メダルを獲得し肖像画家としての地位を確立した。1903年ブダペストからウィーンに京を移し1907年にイギリスに渡った。ラース・ローはその後殺到する制作依頼に追われて世界中を飛び回りながら修正ロンドンを活動拠点とした。ラース・ローの注文主たちは彼に 多くの勲章や栄典を与えた。1909年、イギリス王エドワード7世より、ロイヤル・ビクトリア勲章を授けられた。1912年、古国ハンガリーの君主である、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世は、ラースロードを論母主の姓を与えて、ラースローを貴族に列した。ただし、彼の家族は後に姓を、ドラースローに縮めている。1914年に、 イギリスに帰化したものの、第一次世界大戦中の1917年末から1918年の年明けまで2ヶ月間、敵国人として収容所に抑留された。1936年に心臓発作に倒れ、翌1937年、ロンドン近郊ハムステッドの自宅で2度目の発作を起こして死去。ウィキメディアコモンズには、 フィリップ・ドラー・スローに関するメディアがあります。ありがとうございます。